knowing。 それなんだね。ソロでね、今月はね、うん、マジで話すことがない。まあそう、ちょっと違う動きがね、ちょっと多かったので、まあそのスケジュールは非常にガタついておりますっていう。うん、どうしたのかなと思うんですよ。何どうしたの？いやなんか、もうね、まあ、あなた今年の動きみたいなのあるじゃないですか。うん、でなんかあの。まあ、一番最初あの年明けからこう、まあ、まあ去年からね、去年末からまあしていこうこうしていこうみたいな話をして、うん、で今年になって、うんまあ、年明けからまたゴロゴロゴロっとスケジュールが、そうだね、ええあ そうなのそうなのみたいな、まあ先月もそんな話しましたけど、うん、なってあーと思って、じゃあだからなんかあの毎月えどうすんのどうすんのみたいな、ここのところ、そうだね。特にまあ今年はそう。これ収まんないですか？早くこのどうすんのどうすんの。いろいろね、入ってきたりするものもやっぱ当然あるじゃないですか。まあ、それがいや今年ちょっとね、ちょっと重なっちゃったよ。そう、重なっちゃったなっていう。はい、しょうがないけど。そう、まあ、あのいろいろ喜ばしいことでありますよ。あまあそういうことやるんだなとか、うん、あまたなんか懐かしいなみたいな感覚もありつつね、うん、だ悪いことではないんですけど、いろいろ動きがあるっていうのは、ただあの先月申し上げた通り、うん、僕はあなたのソロの方の仕事を手伝ってるわけで、そうだね、こっちが、ね、ですげえ困るんですけど、うんうん、言えないことが増えていくっていう嫌じゃないですか。なかなかこう公表しにくい。まあ、結局ね、何が言いたいかっていうと、うん、今月も喋れないことがいっぱいみたいな。喋れ、そうなんだよね。嫌だなと思うんですけど、うん、仕方ないなと思いまして、あのなんかどこまでさ、うん、正直な話、僕としては気持ち的にはこうちゃんだってね、うん、あのまあ、こんぐらいは別に喋ったっていいでしょっていう内情もあったりするけど、うんうん、後からお前なんであれ言っちゃうのってなっても困るでしょ。まあまあ難しいところですね。難しいよね。難しいから、じゃあ全部言わないっていう。まあこの話をしてる段階でソロの話じゃねえんだのがバレちゃうんだ。バレちゃうんだけど、まあ、ただあれですよ、ソロの方もね、まあちょっとね、そういろいろ入ってきちゃってるんで滞りがすごいですけど、ちょっと滞ってますけど、なんでしょうね。でもやっぱもうライブがまあ6月あれやりましたね。で早くやりたいんですよね、僕もね。なんか一応まあね、我々としてはあのソロのライブや次はな、まあ、新しい版を出してから、まあそうですね、そういう予定で、ね、じゃあこの辺だねって言ったら、そしたらなんかあれが入ってきたんで、あじゃあ ここにずれんのみたいな。じゃあこの、じゃあこのスケジュール、あ、じゃあ こっちにずれんのみたいな、もうなんか、そう、右手左手みたいな。今年ちょっとそれが多くて。はい。もうなんか、もともと立ててた計画はすでに崩れ去りみたいな状態で、そういうもんだよなって思いながらさ。まあ、でも、なんだろうね。それが人生なんじゃない。まあ、思い通りにいかない。思い通りにいかない。予定通りにいかない。予定調和なんかもうくだらないですよ、うん、みたいな話ですか。でも、なんか、なんだろうね。まあ、その若い時と年取ってきてからの、うん、なその予定調和の乱れが、うん、なんだろうな。若い時は結構なんかその、こうふざけんなみたいな。
そうね、やるしかねえけど、なんかこう怒りをいい意味でこうパワーにできたという。あ、若い頃の方がなんかこう反発するような感じのね。そう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 、あ、なんかその反骨心、はいはい、がなんかこうパワーになったというか。今は俺ね、年取ってからね、なんか違うんだよね。違うって何か。いや、なんかそのもう怒りは、あんまパワーにならんっつう。なんかそれない？いや、俺は全然まだ。本当？まあ怒りこそパワーみたいな。すごいね。まだなんかこう、アナーキーな感じだね。いや、もうたけってますよ。うん、いや、うん、俺も若い時そうだったの。なんか、何かしら、こう、自分のことに関しても、そのバンドとかいろいろなことに関しても、こう、まあ、周りから言われて、何クソみたいなのだったり、はいはい、なんだそれみたいなのも、でもなんか、それをうまいこと還元できてた。いや、もう僕はもう、しょっちゅうあなたのことで怒ってますから、ね。俺のことで。はい。まあ、それをどうにかパワーに変えるしかない。まあね、あの、小野田君のこととか。まあ、そう、そう、あの、なんつうの。さっきあなたアナーキーって言いましたけど、アナーキーってあの無政府主義者なんで、うん、あの、やっぱこうね、やっぱ政府のね、こうやってるこう政治的なところとか、そういう思想のもと、こうなんかその怒りをパワーに変えていくわけじゃないですか。でもなんかこう、そう考えると君は未だにこうパンクな感じ。いや、もう本当にね、昔の方が政治的な部分とか、うん、思想的な部分で怒りが大きかったですけど、最近はもう身近なやつのせいで怒ってますよ。まあ、そういうことね。はい。わかってます？うん。まあそれ俺だけじゃないと思うけど。いや、そうなんだけど。まあまあ俺のことも込みで、ね。なんか。いや、むしろ多分あなただけだったら、こんな怒らないんですよ、僕も。そうですか。あ、まあまあ。周りにあの、そう、ね、身近にいろんなやつがいすぎて。うん、はい。まあでもなんかね、なんかあるのよ、それ。それって何？だから、その、負のパワーを、はいはい、昔はなんか、プラスに転じさせる。プラスに転じさせ。今ちょっと負に流れてしまうと、負のままだ、ね。だから、なるべく怒りとか悲しみよりもちょっと楽しいことを考えて、あ、楽観的というか、そう、それを楽しいことを実現していくためにどうしていくかみたいな。昔はだからこうさ、でかい波が来るとさ、それにこう逆らう感じの、そう。ところがあったわけでしょ。それが逆らって、またそれがいい相乗効果、うん。より高みにって感じで。最近はもう波が嫌な。波が嫌なんだ。もうサーフィン飽きたみたいな感じで。もうザバーンって食らったら、なんかもうそのまま流れちゃう。なんだろうね。それだって大人になったっていうのかね。いや、これが、悪く言えばその丸くなったとか。でもさ、あるそう、まあ、そのいろんなな、まあ今年なんか特にさ、いろいろ来るわけで、やっぱ今年に限らず去年もそのソロになっての、その、あれはでも自分で起こしてる波だからね。まあまあまあ。いいんだろうけど、うん、あの、今年なんか自分で波を起こそうかなってし始めたところで、うん、違うでっかい波来ちゃったから、違うでっかい波来てね。まあ乗るしかねえよなっていう話じゃないですか。うん、で、なんか、なんなのその、波乗りが若い時の方がある意味下手だったんだと思うんですよ。気持ちがその、切り替えらんないから、そうだね、もうそれ、ね、がのまま行ったろって感じだったみたいな。そう、波に乗るじゃなくて、やっぱ逆らうのが基本だったから、今は、まあ、乗るなら、まあ、波来んなら、まあ楽しく乗ろうって。ああ、そういうことね。うん、あ、なんかあの、逆らって、怒ったまんま乗るのやめようって。そうそうそう。そういうことね。もうジャパンって食らって、ああ、もう嫌だなって、なっちゃったらもうそれまでだから。なるほどね。なんかもう、そう。なんだろう、その、あれだね。あの、うまい波の乗り方覚えちゃった大人だね。そうだね。それが良くも悪くも。まあでもそれは、俺でも未だにそうなれないね。まあでも、そこが、本当は確か変わんないんだよね。出会った頃振り返っても。今とスタンスが、この人変わんねえな。稀なタイプだよ。いや、なんか多分、その、なんつうの。そういうことに対して、あの、なんていうの、若い頃とか自分のやろうとしてることに対しての波のぶつかり方があるわけじゃないですか。どっちの角度から組んだというかさ、方角から組んだみたいなので、うん、この波は楽しく乗れるわっていうものも世の中にあるわけじゃん、うん、でもこっちからの波には乗りたくねえわっていうものもあるわけですよ。
まあでもそれはそれで俺はこっちからの飲み目は乗りたくねえわっていう波が多いんですよ。あでもそれはあなたとかね。あ俺もそうなんだ。いやあなた自体じゃなくてあなたがなんかこう持ってくるやつがね。ああ持ってくる。俺が引き寄せる波が。なんでそれ持ってくんのっていう。なんでそこから引いてくんのかなみたいなのがあるわけです。それはまあ。昔からそうなんだけど勘弁してほしいわ。そこら辺の乗り方がまあまあ僕は良くも悪くも変わった。なるほどね。じゃあもうちょっと来月はねもうちょっと前向きなね広告ができるように、はい、まあまあこうどんどんねこうやってることもどんどん表立っていく時期に差し掛かるので、ね、そうっすね、うん、もう本当今はあのちょっと沈黙しなきゃいけないというか、まあまあまあそれはね人生みんな生きてりゃそうですよ、まあ、そういう時期もありますそういう時もありますということでね、うん、まあ、今月はちょっと沈黙してよっていう月だったっていう。まあまあミュージシャンとかも多いけど、まあ、地下作業とかって、はいはい、多分見てる人分かんない。表に出てこないから、あ何やってんだろう、まあ、地下作業って言っても何だろう、ものづくりとかでもそうじゃないですか。発表するときは公に見てもらえるけど、作ってるところなんてまあまあ仕込みのね段階はね、もう仕方がないですよ。そうなのっていうところがありまして、そういうところがある。今月はもう本当にね、ソロに限っていろんなものの仕込みっていう、まあそういう期間、これから先に向けてね、もう本当もうなんか7月8月も特にそう、まあ塗るのねサポートなんかあったりしても、とにかく仕込みの期間、まあ、8月は特にまあまあそう、そういうちょっと仕込みというか、うん、表立たないところで動いていることが多かった。来月あたりはもうちょっと違った、はい、発表ができるように、まあまあ来月の今頃はまあだいぶまたねこう違う意味で大変でしょうけど、ね、いろいろ大変な時期に差し掛かって、まあでもそういう方がお話できることは多いと思う。あ確かにそうなんです。結局あなたが大変であればあるほど話すことは増えるんですよ。そりゃそうだ。だから大変になってくださいよ。まあまあ表だって大変な時はまあいろいろ話すこともあるんですけど、はい、まあでもそういうなんだろうな、表だってないところでそういう時期もある、ね、そうっすね。そんなわけでね、まあ、ちょっと4月8月と動きはちょっとソロの方は特に少なめだったんですけど、まあ、来月、ノイにやる頃にはまあいろいろと間近になってきますので、そうですね、はい、また際はまたね報告させていただければと思う次第でございます。まあねこう皆さん掃除頑張ってほしいな、いろいろと片付けていかないと、うん、はい、いろんなものがずっとこうね山積してますから、ここら辺をしっかりねきっちり片付けてやっていただきたいなと申し上げてございます。大事だと思います。はい、そのところで今月は特に報告というのはないですが、また来月お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。